久保さん、とうとうやるんすかやるのかなメンバーシップ。<laughs> 久保さんはね、めっちゃファンいますからね、メンバーシップやればい,いいんじゃないですかね <laughs> ま僕はね、まだちょっと、あの、まあ、売れましたけど、まあ10人ぐらいですから。うん。まあちょっと30人は欲しいないと思うんですけど、ただ酒飲みですからね、ただの酒飲みで30人いたら面白くないですか まあ10人でも十分だと思うんですけど、要は、毎回30人アクティブでっていうのは難しいと思うんですよね、仕事の関係とかで。まあ、その10人アクティブか。でも30人いれば、まあ、その参加できる人もまあ半分以上はいるかなと思うんで、まあコメントも来るから、まあいい感じになるかなっていう。だから僕が目指したのは30人ですね。うん。あと20人ぐらいちょっと頑張ります、ここは。<laughs> そう。まあでもね、昨日やって思ったのが、 まあやっぱ楽しいですね。そのチャットのあのコメントもメンバーしかいないので、なんか統一感があるというか、うん、なんかちょっと違った感じな感じですね。うん。まあ今日もやるんですよ。今日も20時からやるんですけど、ちょっと楽しみですね。うんはい。まあこれもな、あの、多分無料のやつとやっぱ違うんすと僕は思いますね。感じが。だって金払って、 飲、まあ、むって話なんでこれはちょっとねやっぱねまあ昨日1回しかやってないんで、まあ、次々次々、まあ、かましてって、まあ、これやっていく日々重ねていくことによってまた新しいあのデータっていうのは収集できるかなとは思うんですけどまあ結論はあのやれってことですよね <laughs> やらないと何もデータ自分自分のせいだからま,まとめると 自分が成功,する成功するためのデータを集めろですね。成功するためのデータを集めろ。いってらっしゃい。